能島教授、時間です。おお、おはよう諸君。私が教授の能島だ。そしてこっちだが、私はマルチナ、マルチナ・ナブラチロワ、このコーナーの助手を務めさせていただきます。教授、本日もよろしくお願いします。マルチナ、今回はね、最近話題になりつつある食品ロスの問題に迫った本なんだな。なるほど、賞味期限とかの話ですね。そう、賞味期限、消費期限、販売期限と、食品にはいろいろな期限が設けられておるということだ。教授、私大丈夫ですか？みんなに飽きられてませんか？ん？なんで急に？どうしたんだ？私の賞味期限、そして教授の賞味期限。余計な心配しなくていいんだよ、もう。それでは早速行こう。今週君らが読むべき本はこちらだ。賞味期限の嘘という本だな。先頃フランスではスーパーの食品廃棄を禁止する法律が決められるなど、ヨーロッパを中心に食品ロスに対する意識が高まっておるようじゃ。フランスでは人口1人当たり食品廃棄が年間20から30キログラム。日本は実はなんと50キログラムに上るそうだ。賞味期限というのは、まあ、切れると即食べられないわけじゃないということはみんな知っておると思うんだが、まあ、その賞味期限よりずいぶん前に販売期限というのが来てしまうというのが問題の一つのようだね。つまり、賞味期限より前にお店で取り扱ってもらえなくなってしまうということだな。うん。この本は食品ロスを減らすための取り組みいろいろ紹介しながら、まあ、個人や家庭でもできる考え方も紹介されておるよ。まあ、食べられるのに、捨てられているものっていうのを減らすというのはね、世界的に人口が増加している現在、そして食料問題が今後の課題になると言われている未来を考える種にするといいんじゃないかな。それでは一行引用行ってみよう。賞味期限は美味しさの目安、五感を使って判断するね。本来人間は、生き物は自分の五感を使ってこれ食べられるのかなということを判断してきたはずだ。本能や野生を取り戻して食に向かうといいと思うぞ。うん、なるほど、教授ありがとうございました。今週ご紹介いただいたおすすめ本は賞味期限の嘘でした。それでは皆様、また来週もお楽しみに。それではまた来週会おう。チャンネル登録もよろしくお願いします。